で、裏入り付けをします。まず背中心に待ち針を打って、襟の釣り合いの入れ方自体は表襟と同じです。片山の折りのところに待ち針を合わせて、釣り合いを見ます。この間の釣り合いがちょうど良ければ、襟先から裏襟をつけていきます。ここ、含み下がりです。裏襟をつけます。このように含みが緩いんですけど、これを引っ張って入れていきます。この緩いお米を引っ張って緩みを入れていきます。襟先布のこのぼかしが消えたあたりで縫い糸を白木に変えます。裏を組みを白木でつけます。あ、裏襟を。この間はすべて、お組みの方が緩くなってます。ただ、はぎ手のところだけは少し、の本当ちょっとの間だけは裏襟を緩くします。組頭もできますが、組頭挟んで一寸の間は裏襟を緩くつけます。この間は裏襟を緩くつけます。このお組下がりの間は裏襟と身頃は平らです。まあ、この襟方、片山の一寸ぐらい手前来たら気持ち裏襟を緩くするか平らぐらいにします。この間は、でもその間は平らに縫います。
重心からの裏入りつけも表と同じで、この襟方のこの付け込みゴムの間、これは平らです。それで片山と襟の裏襟の片山のヘラを合わせます。釣り合いを見ながら襟をつけていきます。この間は襟方のこの切り込みのところは裏襟を多少緩くつけます。襟方で茎まで縫ったら、奥み下がりのと襟の奥み下がりのヘラを合わせて、この間は平らにつけます。ただしこの奥み下がりのヘラから一寸いったあたりは絶対に身ごろの方が緩くならないようにします。平らか気持ち裏襟の方を緩くします。
あとは大変な釣り合いで縫っていきます。今度は、上前ですね。これは上前の裏入り付けはにの流れの部分です。まず襟先、つま下のところですね、待ち針を打って一寸の間は襟を緩くします。この奥み下がりから一寸の間も襟を緩くします。あとはこの緩い奥みを平らに入れていきます。襟先まで縫ったら一旦返し針をして糸を玉留めを作ります。ただ糸は切らないでおきます。これは襟先の始末に使うためです。何回か抜き差しをして最後襟側に留めます。ではこの辺に待ち針と糸が通った針をそのまま通しておきます。